と菊池保寿堂の工房は日本で一番古い鉄瓶を作る工房です。1604年に創業をいたしまして、そして山形鋳物は今から約980年前にこの山形で生まれた日本で一番古い産地となります。日本の茶道の中で鋳物製品の茶の湯の釜と鉄瓶についてはそのお湯を沸かすという底辺の機能的な役割だけではなくて精神的なものを表出しているということで非常に高い評価がございます。で、彫刻をやっているうちにパリのエコードバザールに留学できる機会がございまして、そこに行けることになって目前にして私の父が急に亡くなりました。それで私はパリに行かずに家業であるこの菊池保寿堂を継ぐことを決意して、私で15代目になります。親戚等からのプレッシャーは結構ありました。家業を継ぎなさいということがありました。その時に私がパリに行ってたら家業を継がずに現代美術の彫刻を続けていたかもしれませんね。墨絵と水墨画と美しさが非常に似ているところがあります。模様の深さをあまり深く押さずに浅く押して深みを表現していくというのが非常に美しい文様の押し方なんです。型を焼かないで、そのままの型に鉄を流し込むと表面がサメ肌のようにつるっとしてしまって模様が一切出ずにできてしまうんです。なめるというんですが、そのために型を1000度ぐらいの炭の温度で焼くことによって表面がガチガチに固まって、そして鉄を流し込んだ時に綺麗な文様ができます。普通の鉄瓶は鉄鉱石から作る鉄のことを、鉄というふうに今言っておりますが、昔日本は砂鉄を精錬して、そして日本刀とか鉄瓶とか釜を作る材料を作ってきた技術が江戸時代までの鉄瓶の材料の砂鉄です。この鉄瓶とか茶の湯の釜を作る鋳物で使う鉄のことを和作というふうに言ってきました。そしてそれが長く、普通の鉄よりも長くで、うちでは日本で最後に精錬された砂鉄で作られた和作を所持しておりますので、それで作っております。数百年の命を次の時代に伝えていく鉄瓶です。
鉄を流し込むのも難しいんですが、へそ切りというのは鉄が固まっていく一瞬のポイントでへそ切りをしないと失敗してしまいます。そのへそ切りと鉄を流し込む阿吽の呼吸が揃わないと両ひげが出てこないというような仕事です。その一瞬っていうのはどのくらいかというと約1秒しかないです。ですからへそ切りの方が難しいです。本当に高品質な鉄瓶を作ろうと思うと、それは人間の手でしか作り得ないということが言えると思います。オートメーション化、機械化をしてしまうと、資本力でそれは超えられます。ところが、手仕事で作る高品質のものを作れば、それは資本力だけでは超えられない品質があります。昔からの日本の職人技術の素晴らしいものがどんどんとなくなってきていると感じています。いくら AI が進んだとしても、その反対側に必ず人間の心が感動するものというのがあると思います。手仕事はそこを目指すべきだと私は思ってます。